人への関心が薄れてきた。空腹と感じなくなってきた。こうなってるなら、これから痩せ始めるので、絶対に焦らないでください。ダイエットに苦しむのは、もうやめましょう。富永です。今日は、痩せ始めるサイン4選を紹介します。体調もいいのに頑張ってるのに全然痩せない。このように焦っていませんか？けど、ちょっと待ってください。もしかしたらそのままでもこれから痩せる可能性がありますし、むしろそれ以上食事制限や運動をすると、リバウンドして太ってしまう可能性すらあります。そうなって後悔をしないためにも、特にですね、今からお伝えする痩せる兆候と対策を確認してください。絶対失敗しないためにも、今後どうしていけばいいのかっていうこともですね、具体的にタイプ別にお話していきますので、必ず最後まで見逃さないようにしましょう。では早速内容に入ります。痩せ始めるサイン、一つ目、食べ物への関心が薄れてきた。チョコなどの甘いものが食べたい。とにかくお腹いっぱい食べたい。〇〇というパン屋のパンが食べたい。このようなですね、食、食べ物への興味関心が薄まってきたら、これから痩せる可能性が非常に高いと考えてください。なぜなら、これらは食欲が落ち着いてきているサインだからです。これはなんとなくイメージできますよね。いつも何か食べたいと感じながら生活しているのは、異常な食欲を無理やり抑えているような状態です。三大欲求である食欲ってのはですね、一時的に抑えられても、爆発して食べ過ぎてしまいます。我慢して暴食っていうのはですね、あなたも経験したことがあるのではないでしょうか。一方でですね、食欲が落ち着いてくると、あれ食べたいとなっていた食への興味関心が一気に薄れてくるんです。例えばこの前までは家に置いてあったお菓子が気になって仕方なかったのに、全く気にならなくなった。仕事中に食べ物のことばかり考えていたのが全くなくなった。大豆いつもお腹いっぱいだからと残せるようになった。このような現象は食欲が落ち着いているサインになります。他にもですね、大食い系の YouTuber の動画を見なくなったっていうのもですね、よくある食欲が落ち着いてきたサインの一つです。当然ですね、食欲が落ち着いてくれば自然と摂取カロリーも下がってくるので痩せます。なのでこうしたですね、食への関心が薄れてきたのであれば、痩せ始める前兆だと考えるようにしましょう。痩せ始めるサイン2つ目、空腹を不快と感じなくなってきた。どうですか、あなたは空腹を不快と感じていますか？もしですね、前は不快と感じていたんだけど、最近は不快と感じなくなったっていうのであればですね、これも痩せる前兆だと考えてください。なぜならですね、これも食欲が落ち着き始めたサインだからです。ここで、空腹って誰もが不快なもんじゃないのって思ったかもしれません。実はですね、空腹ってのはですね、みんなにとって不快なわけではなく、不快な人には不快な理由ってのがあるんですね。空腹ってのは大きく、胃の中が空っぽな空腹、胃の中が空っぽでしかも低血糖が伴っている空腹、この2つの状態に分けられます。食べてなくて胃の中が空っぽっていうのは共通してるんですが、血糖値が下がって低血糖になっているっていうのが違うということです。低血糖を伴わないですね、前者っていうのは心地いい空腹なんですが、低血糖が伴うとですね、低血糖症状が出て不快に感じてしまうことになるんです。ここで低血糖による具体的な不快感を上げると、なんとなく気持ち悪い、食べたくてそわそわする、イライラする、頭がぼーっとする、空腹にこれらの症状が伴っているんであれば、低血糖になっている可能性が高いと考えてください。そしてですね、もう低血糖が伴った空腹の状態で食べ始めると、食欲が安定せずに食べ過ぎてしまいます。なので頻繁にですね、不快な空腹を感じて食べ過ぎているのであれば、低血糖が体重に影響している可能性が高いんです。当然ですね、この低血糖が改善されると、空腹の不快感もなくなって食べ過ぎなくなるので痩せます。このようにですね、空腹を不快に感じなくなるのも痩せ始めるサインの一つになります。痩せ始めるサイン3つ目、疲れにくくなってきた。疲れを感じにくくなるのもですね、これから痩せ始めるサインの一つになります。なぜなら疲れにくくなったっていうことは、代謝が活発になっている可能性が高いからです。これはなんとなくイメージできますよね。代謝が良くなるっていうことは、食べたものや体脂肪から効率的にエネルギーを作り出せているということになります。つまり元気になるし痩せやすくなるということです。具体的な例を挙げると、1日元気に過ごせるようになった、座る横になる時間が少なくなった、日中に体のだるさを感じにくくなった、休みの日も早起きして動けるようになった、こうした変化はですね、代謝が良くなって起こっている変化だと言えます。こうなるとですね、疲れで食べ過ぎてることもなくなりますし、自然と活動量も上がるので、スルスルと痩せていきます。逆に言えばですね、常に疲れを感じているなら、食事制限や運動を頑張っても痩せません。このようにですね、疲れを感じにくくなって元気になるのも痩せ始めるサインの一つだと言えます。痩せ始めるサイン4つ目、思考がポジティブになってきた。身体的な変化だけでなくですね、思考がポジティブになるのも痩せ始める前兆の一つになります。なぜならですね、思考がネガティブなのはうつ状態の症状の一つで、食欲の乱れや代謝の低下が起こっている可能性が高いからです。例えば、もうこれから一生痩せられないのではないか、老後はちゃんと暮らしていけるんだろうか、このような体重やダイエット、お金に関する不安が異常に強いのは典型的なうつ状態の症状になります。うつ状態になるとですね、ホルモンバランスや不安から食欲が乱れますし、代謝が落ちて痩せにくくなってしまいます。気持ちが落ちている時に痩せにくいっていうのはですね、なんとなくイメージできますよね。これはですね、病的なうつ病ではなくて、うつ状態になるだけでもですね、起こる可能性が高いと考えてください。逆にですね、思考がポジティブで前向きになると、食欲も落ち着き、代謝も上がるので、何も頑張らなく
くても体重は落ちてきます。このように思考がポジティブ前向きになるのも痩せ始めるサインの一つになります。それでは最後に今挙げた4つの痩せる兆候が出てきた時にどう行動すべきかっていうのをですね、2つのパターンに分けて解説します。パターン1つ目、食事や体力、気持ち、時間に余裕がない。食事内容や量、体力、気持ち、時間に余裕がないのであれば、現状維持で食欲や体調を崩さないようにして体重の変化を待つようにしましょう。なぜならですね、今いい変化が出ていい方向に向かっているのに無理すると崩れて悪い方向に逆戻りしてしまう可能性があるからです。どうですか、今の生活ってなんとなくでもいいんですけど余裕がありますか？例えばこれ以上食事量を減らすのはきついな、食事内容を改善するのも負担が大きい、運動すると体力時間的にちょっと厳しい、このような状況であれば余裕がないと考えてください。あなたが今やるべきことは今の状態をキープしつつ体重がどう変化するかを確認するということです。余裕がないのに痩せないからと食事制限を強めたり運動を増やしたりするとせっかくのいい状態が崩れてリバウンドする可能性があります。ダイエットで一番やっちゃいけないのは無理をしてリバウンドすることです。痩せる前兆が見られているならそのままでも時間が経つにつれて体重が落ちる可能性はありますし、仮にですね体重が落ちなかったとしても無理してリバウンドするよりも100倍はマシだと考えてください。なので痩せるサインが出ていて今がいい状態でなおかつそこまで余裕がないのであれば現状維持で待つようにしましょう。その状況から焦って頑張ってもいいことは一つもありませんよ。パターン2つ目、食事や体力、時間に余裕がある。もしあなたがまだ食事を減らしても大丈夫そう、食事内容を改善する余裕がある、運動を増やしても問題なさそう、このような状況であれば食事や運動を今以上に改善するようにしましょう。ただしやりすぎは注意で健康度を高める辛くない 10% 程度の努力、これぐらいの気持ちがいいです。どうしてもダイエットというと体重を減らすためにめちゃめちゃ頑張ってしまいすぎる傾向にあります。しかしですね、今はどちらかというといい状態ですし、やりすぎて逆に反動で状態が悪化してしまったら最悪です。なのでもしですねまだ余裕があるのであれば無理のない範囲で食事と運動でプラスアルファをやっていくようにしましょう。具体的な例を挙げると摂取カロリーを 10% 減らしてみる、間食をなくす、脂質が多いおかずを低脂質のものにする、噛む回数を増やす、平日10分だけ多く歩いてみる、休日だけジムに通う、このような感じです。逆にカロリーを1日500キロカロリー減らす、1食断食をする、高脂質なものは一切カットする、毎日60分ウォーキングをする、このように明らかに続けるのが負担になりそうなものはやめるようにしましょう。心身に負担がかかりすぎてほぼ間違いなく反動でリバウンドします。いいんですか、今は大きく変えなくてもいい状態なんです。もし余裕があってですね何かプラスでやりたいのであれば痩せるではなく健康度を高めるイメージで行動するようにしましょう。どうでしたか、あなたは今痩せるサインが出ているような状態でしょうか。もしそうであれば体重が落ちないからと無理をせずにそのまま待つか健康度を高める行動を意識してください。痩せるサインが出ているのに焦って無理をして失敗した人は本当に多いので注意するようにしましょう。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立ったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた。